昨日午後0時40分ごろ、犬山市橋爪の住宅に隣接する倉庫から出火しました。警察によりますと、住宅に住む80歳の女性が突然電気が消えたため外を見たところ、倉庫から火が上がっていたということで、すぐに避難し、けがはありませんでした。消防が鎮火を確認しましたが、その7時間後、昨日午後9時過ぎには倉庫に隣接する住宅からも出火しました。住人の女性らは倉庫の火災を受け、電気とガスを止め、親戚の家に避難していて無事でした。電気を止めたにもかかわらず連続して出火していて、警察と消防が詳しく調べています。